はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は6月25日朝5時05分でございます。たった今2分間プランク終わりまして、今日もね2分間をクリアすることができました。今日でね実は10日目なんですよね。で、最初の1週間スタートした時は体重が87キロに迫るぐらいあったんですよね。86点何キロかあったと思いますけども、今朝さっき測りましたらね85.6 ということで、目標の85キロにまでは、85キロ切るところまでにはまだ達していませんけども、着実にね、少しずつ下がってきて、今月末までに85キロクリアすることができるんじゃないかなと思います。というのもですね、やっぱりこう、運動直後に測ると84キロ台なんですよ。まあそれは水分が抜けたからだと思うんですけども、体重測った後にお水をね、500cc 飲むとやっぱ戻っちゃうんですよね。500cc 飲むとやっぱ 500g 上りますんで。ということでね、夏場っていうのは、運動前と後とか水分摂取の前と後ってすごく体重が変わりやすいんで、だいたい1キロの誤差が出ると思うんですよね。そういう意味でもチャートみたいにね、 FX みたいにギザギザしながら落ちていくと思うんですよ。現在のところ下降傾向ですんで、瞬間的に上がることはあっても、この10日間のうちでやっぱりね、平均値、移動平均線見てみると落ちてるわけなんですよね。そういうふうなことを計算すると、着実にいくんではないかなと思います。ただ、ウエストの方はね、94センチで測り始めて、一瞬92になったんですけども、今日もね、93センチでございました。あんまり変わんないですね。というのが、ウエストっていうのは一番最後に脂肪が落ちるんで、この辺に関しましては長い付き合いが必要だと思います。おそらくですね、これ93センチっていうのは、1ヶ月、2ヶ月、7月中もやっぱり90センチ割ることがないかもしれないなぐらいの覚悟を持って、それでもね、トライしていかなければならないかなと思います。で、プランクっていうのがこの2分間チャレンジがずっと続いていって、3週間目とかに入る頃には一定の効果が出てると思いますし、まあ2分間が普通になってくるとね、今度は3分に挑戦しようかなみたいな意欲も出てくると思います。今日は2分間をクリアして、2分間10秒のところまで伸ばすことができましたんで、まあちょっとね、お腹痛いですけどもね、この心地よい痛みとともに今日も一日過ごしていこうと思います。それではガチンコマッチョクラブメタボ47、皆さんの協力もよろしくお願いします。ミスター M さん、ありがとうございました。これからもメッセージお願いします。